大丈夫か微妙な。やっぱりお尻の方はよろしくないっすね。来ました。ハリケーンからこんにちは、ビオハリキン上田です。そしてモデルのリコさんです。こんにちは。1ヶ月ぶりのメンテやったということで、だけど5週なんですよね、はい、5週空いたんですよ。5週はちょっときついですね。3、4週で行きたいですね、はい、結果どうですか、5年の頻尿。頻尿は日によってとかやっぱ波があって、はい、こういい時は本当に朝方まで行かないとか、はいはい、いいですね、行かないとかあるんですけど、やっぱりまた調子悪くなると起きちゃうじゃないですか、はい、起きるとやっぱトイレに行っちゃう。なんていうんですかね、総合的に治療しないとダメですね、これね。そうですよね、してるんですけど、はい、4週とか5週に1回だと、で積み重ねで良くなっていくってなかなか限界がありますけど、リカさんもお忙しいんで、まあ、今回ね、また頻尿治療継続ケアっていう形ですね、より持つように、ばらつきあるけども改善傾向ではあるってことですね、はい、前はあれですもんね、入眠して1時間以内にまた起きていったりとか、ね、それはあんまりなくて、それが減ってきたので、はい、よかったです、はい、明け方まで持つようになってよかったです。回復傾向ですね、しっかりと、こんなにねやっていきたいです。はい、それでは GO。はい、じゃあ頻尿の施術ですけども、ビフォーで、頻尿の状態をビフォーアフターって難しいので、自律神経が乱れがあると体をこわばったりもするんです。動きをチェックさせていただいて、数日後にですね、まあ、結果がどうだったのか動画でコメントいただければと思います。はい、あと一つお伝えしておくと、この頻尿とかですね、うちの動画に出てる方ですね、性欲側のチェックは全て済んでますね。そして併用しながら、鍼灸治療をやる方と、あと異常がなかったって言って、ケアとして鍼灸治療をやってるっていう方が 100% です。なんで、それは病院に行った方がいいよとかいうコメントがたまにあるんですけども、それはね、ちょっとお伝えしてなかったんで、まあ、誤解招いて申し訳なかったなと思うんですけど、皆さん行ってますか、病院はね。はい。ということで、動きを見ていきます。では、手を合わせてもらって、体の背中の動きとか見てみましょうか。はい。背中ってね、膀胱の経絡が通ってます。はい。ちょっと5週いろいろありましたって言うけど、自分でも思いのほか動かないな。びっくりしました。今までで一番ひどいぐらいじゃないですか。本当ですか。動かないですね。はい、ということでひどすぎますね。相変わらずもう他の動きを見なくていい、大丈夫そうですね。もうこれも行きましょう。相当膀胱の経絡から滞ってるってことですね。それでは GO。はい、では頻尿の治療に行きたいと思いますけども、最初ですね、気血水を整えていくっていうこと、自律神経のね、バランスを整えた後に、調節効く陰部神経をね、刺激するツボがあるんですけども、ではまず最初に全身調整をしていきます。全身調整をしないと生命力が上がるんです。疲労感があったりとか生命力が下がるんですね。自然治癒力、これが下がっていると良くないんですよ。だから局所の針とか局所の注射とか局所のマッサージとかっていうのは、それでその場限りなんですね。自分の体の底上げっていうのが大事なので、これで経絡治療っていうのをやっていきます。おお。今日疑いですね。疑い。からしてお人形です嫌ですね。嫌ですね。ちょっと怪しく便秘気味あります。毎日はこれやばい、これ大腸の毛なんかおかしい。今ですね、人形とあとちょっと胃大腸が落ちてるんですよね。そうすると生命力が下がっている、免疫力が下がってるんで、それでちょっとね、鼻炎とかになりやすくなってるね。はい、もう柔らかいじゃないですか、さっきのだいぶ、ね、いいです。大体わかりましたので、お腎臓の治療するのと胃大腸の治療ですね。ちょっと消毒します。
ああ、見るからにやばそうですね。こっちは何にもないですけど、ここなんかボコッとしてるじゃないですか。本当だ。ありがとうございます。あ、取れてきた。人の経路を整えます。お、あ、なくなってるでしょ。あ、これなくなってしまう。そう。エラス治療っていうのは体のエネルギーを、ね、上げてくる、生命力を上げるっていうことであるので、ね、局所の針とかしてる以外に、ね、それはなぜ持続しないのかって、自分の回復力が自然治癒力が下がっていくんですね。これを治療していく方法が今こうなります。あとここですね。これでいいかな。あ、はい、いいです。はい。それでは必殺技に行きます。ということで7分お休みいただきます。はい、それでは7分経ちましたので針を取っていきましょう。伊藤さん専用ですよ、特注です。はい、よいしょ。はい、それではうつ伏せの治療にいきます。ちょっと流していきます。これ大丈夫ですよね。なんかちょっとピクって反応しますけど大丈夫ですか。大丈夫か、微妙な。早っ。そうですね。痛いところがある。仙骨部を中心ですね、ちょっと水玉で整えていきます。ここですね、一分前ですね。大丈夫ですか。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。やっぱりお尻の方はよろしくないですね。おー、やばい。大丈夫ですか。でもね、反転にはなってないんでいいと思うんですよね。さつま揚げぐらいなんですか。やばい。気持ちいいですか。あ、大丈夫ですか。あ、だいぶ上がってきたんで、じゃあ水玉乗せていきます。5分ほどお休みいただきます。時間になりますね、水玉取ってきます。
はい、それでは泌尿改善の針をしていきます。泌尿改善の針ですけども、自律神経を整えることが大事なので、このちょっとね長めの針で、さあこれは何センチでしょうか、コメント欄に書いておいてください。でここに陰部神経っていうのがあってですね、こう仙骨から入ってます。これ副交感神経線維です。で副交感神経っていうのは血流を良くしてくれたりとか、生理不順も治してくれたりとか、で自律神経の乱れとかを治してくれます。でここを刺激していきます。でそれから針はですね、交感神経を沈めて副交感神経を高めるという作用があるんですけど、交感神経側で胸腰椎移行部っていうところからですね、この辺から出てる神経がまた骨盤神経層の中に行って、今度は逆にこの血圧を上げたりとかするのにね使われてるんですけども、ここをちょっとお休んでいただいて、血圧が上がりすぎると血流悪くなるのでバランスを整えるって治療をやっていきます。陰部神経ですね、はい、大丈夫ですか。来ました、はい、来ましたはい、大丈夫ですか、来ました、ここです、来た、来ました、来てます、閉まってる、変更ですか、それでは10分ほどお休みいただきます。じゃあ時間になりましたので針を取っていきます。はい、それでは動きをチェックしてみたいと思います。じゃあアフターですけども、頻尿の方はですねどうなったかっていうのは今わからないので、また継続どうなったのかですね動画でいただきたいなと思いますけども、背中はだいぶ流れてると思いますので、はい、ちょっとチェックしたいと思います。では手を合わせてもらって、おお、行きますね、はい、行きます、バッチリ OK です、はい、ということで夜間頻尿だったりとかですね、日中の頻尿とかですね、どうしても調子が悪いとか、なかなか、薬がで改善しないということですね、自律神経整えてですねすごい改善したりとかしますので、ご相談いただければなと思います。ここは研修センターですね、うちの院は横浜元町と銀座にありますので、概要欄の院からお問い合わせいただければなと思います。またこういった施術できる先生方ですね、全国150人ぐらいおりますのでご紹介できたらなと思いますので、概要欄でお問い合わせいただければと思います。他にもですね、生理痛の大学セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただけると思います。またチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。はい、夜間頻尿のその後の経過ですが、施術後は、トイレに朝方行くか行かないか、一回も行かない日も増えてきてとても順調です。先生いつもありがとうございます。今までで一番ひどいぐらいじゃないですか。本当ですか。後ろの方にちょっとチョコを食べて渡すときに、いやいや、パッとやらないですか。なるほど、こうやってやるんですけど、でもシートベルトしてこうやって座ってたらもういいですよね。